いい感じですねあなたは大丈夫ですか怪我していませんかどうぞ僕の手に捕まってください持ち上げるのできちんと握っていてうん 怪我していませんかすみません僕が撮影で道を塞いでいたからですねええこの建物の撮影を頼まれたんです何でもホームページに写真を掲載したいそうでそうです疑似結婚トライアルサービスのホームページですそれにしてもよくご存知ですねここがトライアルのために建てられたマンションだともしかして あなたも参加のご予定がええそうです僕が花な井流れですけどどうして僕の名前を確かにアプリでは相手のプロフィール職業の記入項目がありましたが僕はウェディングフォトグラファーと書いていたはずですがウェディングフォトグラファーもカメラマンも一般的には変わりないかもしれませんね それで僕が撮影の話をしたから、もしかして、と思ったというわけですか。今日は僕も初日なので、大切な日だからお休みをもらえないか話したら見たんですが、専属のカメラマンが風邪をひいたから、どうしてもと押し切られてしまいまして。と、長々と申し訳ないです。僕たちの部屋に行きましょうか。撮影もちょうど終わったところですし。あなたの荷物は、 そのボストンバッグだけですか <laughs> お持ちしますね僕の荷物はあそこにあるカートだけです行きましょう 遠くで玄関のドアの音がしたと思ったんですが気のせいではなかったんですね今日も一日お疲れ様ですお帰りなさいかなりお疲れのようです顔色が優れないようにも見えますがどこか不調はありませんかああ デスクワークは肩が凝りますからね。体の血の巡りが悪くなっているのかもしれません。お風呂の用意をしているので、早めにお風呂に入った方が良さそうです。ま、ちょうどお風呂が沸いたようですね。今日はいつもより、ゆっくり湯船に浸かった方がいいですよ。温めれば、体の凝りも多少は緩和されるはずですから。 確かに沸かしておいたのは僕ですが僕のことは後回しにしてくださって大丈夫ですそれとも一緒に入っちゃいますか冗談です <laughs> 今はまだですがね耳まで真っ赤になって可愛いですね二人でお風呂への道のりはまだまだ遠そうですもちろんです 一緒に入るつもりですよ。いずれ、あなたにも僕と一緒にお風呂に入るために腹をくくってもらわないといけません。ポカンとした顔をして、<laughs> 僕たちは仮でも夫婦ですよ。一緒にお風呂に入ることは何もおかしいことじゃないと思いますが。今僕も一人の男だって、ようやく意識しましたね。うん。どうもあなたは警戒心が薄いので、 時々不安になります。もっと意識してください。僕が男で、いつでもあなたに触れることのできる存在だってことふふ。<laughs> うん。これ以上迫ると、あなたを本当の意味で僕のものにする前に、そのまま逃げられてしまいそうですね。さて、お風呂にどうぞ。ええ、大丈夫です。ただ、お疲れのあなたにちょうどいいものがあるので、 後ほど、脱衣所にお邪魔ささせてください。あバスタオルを巻いておいてくださいねふふ、<laughs> 気になりますかまだ内緒ですほらほらせっかく温めた浴槽のお湯が冷めてしまいますよお風呂場にどうぞ。